徳永久氏は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、参議院議員、滋賀県議会議員、外務大臣政務官などを歴任した。滋賀県大見八幡市生まれ、1976年に、大見八幡市立カナダ小学校、1979年に、大見兄弟社中学校、1982年に、 滋賀県立彦根東高等学校卒業。1987年、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。早稲田大学時代、一時新自由クラブ学生部に所属。1991年、松下政経塾を第8期生として卒業した後、民間企業で勤務する。1997年に、衆議院議員、佐々木隆三の公設秘書になり、 政策スタッフを務める。1999年に滋賀県議会議員に初当選し、後に民主党に入党。2003年に再選。選挙区は大見八幡市。2004年の第20回参議院議員通常、選挙では民主党の滋賀県選挙区候補として当初本命視されていた。同選挙では民主党から出馬した林久美子が当選した。 2007年の第21回参議院議員通常選挙に民主党公認で滋賀県選挙区から出馬し自由民主党現職の山下秀俊を破って初当選2012年に北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会委員長に就任他に外交防衛委員会行政監視委員会内閣委員会決算委員会 消費者問題に関する特別委員会、議員運営委員会、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、環境委員会などに所属した。また、民主党副幹事長も務めた。14年間にわたる政治活動の中で最も重視した政策テーマは、ビワコであるとしており、ビワコ総合保全法の制定を目指している。2010年6月に発足された、 菅直人内閣で外務大臣政務官に就任した。同年9月の内閣改造、翌1月の内閣改造でも留任している。在任中の外務大臣は前原誠二と松本武明。2010年12月15日に日本政府代表としてニューヨークで開かれたイラクに関する国連アンポリ閣僚級会合に出席した。 この会議で3本のアンポリ決議が採択され、徳永も自衛隊のイラク復興支援への貢献などについて演説を行っている。翌年1月10日から11日にかけて中東諸国を歴訪した。ヨルダンではサミル・リファー・アイ首相らと会談し、発散計画国際協力大臣とヨルダン南部地域給水改善計画の交換公文に署名した。 2月22日に発生したニュージーランドのカンタベリー地震では同月24日から国際緊急援助隊らと共に政府専用機で現地入し現地対策本部を現地指揮した。徳永は現地からカン・ナオト首相に電話に被害状況を伝達し富山外国語専門学校の生徒がいたビルで国籍不明の遺体が発見されたことなどを知らせた。 この報告を受け、外務省は、被害者と思われる家族に情報を伝達し、政府は、ニュージーランド地震対策室を対策本部に格上げした。ニュージーランド政府は、防犯対策や二次被害対策として、被災地の規制を強化し、26日に、死対策本部前で、記者会見を予定した、徳永も足止めを食らっている。3月1日、徳永は、 現地の追悼式典で、ジョンキー首相と短時間会談し、日本人の安否不明者家族の被災地を訪問したいという要望を伝えた。被災者家族も2月24日から順次現地入りし、被災地訪問を要請していたが現地警察の許可が降りなかったためであった。キーは徳永に迅速な対応を約束した翌日、被害者家族はようやくビルの倒壊現場のバス越しでの 訪問が許され、徳永も同行した。3月5日になって、徳永は帰国し、菅首相らに、現地状況の報告を行った。5月7日、日本政府の要人として、初めて、革命によるホスニー・ムバラク政権崩壊後のエジプトを、訪問し、アラブ連盟のアムルム・ウサギ長らと会談した。7月15日には、第4回リビアコンタクトグループ会合に、 日本政府代表として出席した。同会議に日本から政務官レベルが出席するのは初めてである。徳永はリビア国民評議会をリビアにおける正当な対話相手であると表明し、マフムード・ジブリール執行委員会委員長とも会談するなど、日本政府の評議会との関係強化の方針を明確化した。2013年の第23回参議院議員。 通常選挙に民主党公認で、滋賀県選挙区から出馬するも、自民党新人の二の湯武氏に倍近い差をつけられ、落選した。2014年、民主党滋賀県第四区総支部長に就任した。同年行われた第47回衆議院議員総選挙において、滋賀四区から出馬したが、自民党現職の武藤高成に2万票近い差をつけられ落選した。 2017年の第48回衆議院議員総選挙に死が四区から希望の投稿人で出馬したが落選。2018年12月12日、国民民主党、死が四区支部長に就任。2019年2月17日、国民民主党滋賀県連代表に就任。2020年9月15日、旧立憲民主党、旧国民民主党などが合流し、新。 立憲民主党が設立。徳永も新党に参加。2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙に市が4区から立憲民主党公認で立候補。小選挙区では自民党公認の小寺博に敗れたが立憲民主党が比例近畿ブロックで3議席獲得。3番目の席配率だった徳永は比例復活で当選した。 枝野幸男代表の辞任に伴う代表選挙では、泉健太の推薦人に名を連ねた。家族は、妻と二女子がいる。趣味は読書、プロレス、プロ野球観戦。ザウの名は、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。大江兄弟社学園評議員、早稲田大学校誘会評議員も務めている。ありがとうございます。